あの喋りながら途中でちょっとあの英語入れながら喋ってくれる。ディテージェントを買って家庭を楽しむ。大泉さんこれ大好きなんです。映画騙し絵の牙より大泉洋さん、松岡真由さん、宮沢日生さん。あります。でもあの僕何かを買うとそれを消費したい欲がすごく強くなるんですよ。だから洗剤とかを買うじゃないですか、買った瞬間にこれをゼロにしたいってなるんですよ。もったいないな。牛乳って、まあ、ちゃんと使うんだよ、うん、あの無駄遣いはしないんだけど、うん、あのとにかく買ったものをゼロにしてまた買いたい、うん、伝わってるかな、うん、おじさんちょっと意味分かってない。伝わってる伝わってない。どういうことですか。洗剤例えば、じゃあ柔軟剤を買います、うんうん、で入れるじゃないですか、詰め替え用買ったとして。あの入れて、うん、入れ物に、うん、でそれをいかに早くゼロにするかを試行錯誤して、また買わなきゃいけないじゃない。そうなの、うん、それがすごく自分でも変だなと思うんですけど。一番楽しいのは減る直前ってこと。ちょっとあの喋りながら途中でちょっとあの英語入れながら喋ってくれる。だからそのディテージェントを買ってそれをファーマシーとかあのスーパーマーケットで買ってそれをいかにゼロにするかっていう過程を楽しむ。大泉さんこれ大好きなんです。ひよちゃんのこの英語混じりのトークが大好きで、大泉さんこれ本当に好きなの。日本語にもなんかもう違和感ありまくるこのネイティブ英語が入るのが大好きで最高ですね。そうなんですよ、そこですかね、自分の癖は。ちょっと変わってる、はい、変わってるね。じゃどんどん消費してしまうんだ、まあ、いいことね。でもね、そうです、なんかその減らしてる過程が楽しいんでしょうね。はあ、ちょっと多めに入れたりするってことなんですか、それは。っていうわけではないんですよ、うん、これ多分これ以上説明しても伝わらないですね。伝わんねえな。次